こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は華やかな宮宮に隠れた嫉妬を渦巻く悲惨な世界、中国皇帝の側室たちの真実に迫るぞ。側室って宮宮でくっちゃねするだけで楽なんじゃないの？いやいや、むしろ宮宮は現世の地獄と言えるほど恐ろしい監獄だったんだ。一体どういうことかしら？それでは行くぜ。まずは一見関係なく思える明王朝の建国話から始めよう。朱元璋が開いた明王朝は、長い年月を経て取り戻された漢民族の王朝だった。つまり明王朝によって、100年の長きにわたったモンゴル族による支配が終わりを告げたんだ。これによって明は、漢民族を復興させた輝かしい王朝として後世から高く評価されたんだぜ。元王朝はモンゴル族の征服王朝だったわね。ああ、朱元璋は初代皇帝の光武帝と名乗り、当時世界で最も繁栄し、最も秩序ある帝国の基礎を築いた。しかし彼は漢民族の覇権と同時に、別の悪しき慣習まで復活させてしまったんだ。悪しき慣習ってなんか不穏だけどどういうこと？それは明王朝の歴史の持つ闇の側面でもあった。古くから中国の王朝で行われ、一度は廃止された制度。これこそが皇帝の命令で大量の側室たちを死へと誘う、殉死、という恐ろしい慣習だったんだぜ。殉死？殉職とは違うのよね？殉死とは、皇帝が崩御した時にその側室たちを同じ墓に葬る慣習のことだ。葬るって言っても強制的にな。要するに無理やり命を奪って、皇帝の後を追わせるってわけだよ。強制的に墓に入れるって何事？殉死は中国では古くからある慣習だったが、あまりに残酷なため唐王朝以降は廃止されていた。しかし朱元璋が亡くなると、古の習慣が蘇って40名以上の側室が後を追って殉死させられたんだ。40人、どんだけまとめてやっちゃってんのよ。なぜ殉死なんて慣習があったかというと、表向きは皇帝への最大限の敬意を表すためとか、死後の世界にも現世の持ち物を送るためとか色々言われたりする。だが、実際には邪魔者を一気に消すためっていう身も蓋もない理由があったみたいだぜ。側室が邪魔だったってこと？ああ、前の皇帝の側室っていうのは、何かと厄介な存在だったんだ。例えば側室を王宮から追放したとしても、後々前代皇帝の子供を名乗る不届き者が現れかねないだろ？ああ、いわゆる御落胤ってやつね。そういうこと。そうなると次の皇帝にとっては面倒極まりない。だからまとめて殉死してもらうってわけだ。残酷で非人道的なやり方なのは言うまでもないけど、ある意味で合理的でもあったんだよ。とんでもない問題解決法があったもんだわ。殉死の様子がどんなだったかは、五代目皇帝の宣徳帝崩御の時の記録が、朝鮮王朝の史書に残っている。それを見てみると公主台のある部屋へ側室たちを並べて一斉に処刑。抵抗する者には宦官が実力行使して命を奪う場合もあったようだな。宦官の実力行使ってワードが怖いわね。さらには食事に薬を入れて眠らせ、眠ったところを頭蓋骨に特殊な器具で穴を開ける。そしてその穴から水銀を流し込む方法もあったらしい。これをされると一気に絶命して、しかも水銀の殺菌効果によって何千年も無傷のままでいられたんだよ。実際に、このやり方を施された側室の遺体が墓から見つかっているようだぞ。うへぇ、とんでもない怨念がこもってそうだわ。ちなみに、同じく殉死を強要された中国宮女について別の動画で解説しているから、興味がある人はぜひ説明欄を見てくれ。わかったわ。では、そんな理不尽を一身に背負わされた側室とは、一体どういう制度だったんだろうか。側室を置く習慣は古代中国に古くからあった。おそらく紀元前1000年頃成立した青州王朝ぐらいの時期だろうな。その当時の側室は男にとって、金さえあれば好きなだけいられる存在だったんだ。私たちの感覚だと悪趣味極まりないけどね。だが五官の時代になると、側室を抱える人数に制限が設けられるようになった。そして、この制限人数はその男性の地位によって変化したんだ。つまり地位が高くなればなるほど、より多くの側室を持てたってことだな。完全に制度化されたってことか。また、側室は中国の婚姻制度とも深く関わりがあった。例えば近代以前の中国では、男性が一度に複数の妻を持つことは許されていなかったんだ。ただし最初の妻が、男性が40歳になるまで子供を産めなかった場合は例外だったんだけどな。ともかくそんなわけで、彼らは側室を作ることで疑似的に一夫多妻制を味わっていたのかもしれないぜ。そこまでいいもんかしらねー。そんな側室だが家庭における地位は微妙で、男性の妻よりは劣るが使用人よりは優れているっていうレベルだった。これが皇帝の場合は、私的な目的で雇った使用人ぐらいの感覚だな。彼女たちの主な目的は皇后が失敗した場合に備えて対し、つまり皇帝の後継男子を産むことだったんだ。
だから、それ以外の側室の人生はかなりひどいものだったと言えると思うぜ。確かに目的がはっきりしてるだけに、生活は殺伐としてそうね。ちなみにそんな中国皇帝の性生活については別の動画でも解説しているから、興味がある人はぜひ説明欄を見てくれ。OK よ。さて先ほども名前の出た朱元璋、つまり明の皇武帝は中国史上最も優れた皇帝の一人として名高い。しかし彼は、日常的に側室を投獄したり懲罰に処していたことでも有名なんだよ。ただし宮殿内で極秘に行われたから、はっきりと確証があるわけではないんだけどな。メイ君の裏の顔、面白そうだわ。皇武帝は側室に対して強い独占欲を抱いていた。さらには彼女らの生死のあらゆる側面をコントロールしたいという、歪んだ欲望を持っていたんだ。それが行き着いた先が、皇帝の死後に側室がその命を捧げる最悪の慣習、殉死の復活だったんだよ。さっき話に出た水銀のやつね。また、彼は皇帝が権力を強めて王室の安全を守るため、娘を側室にするよう命じられた臣民は必ず引き渡すよう義務付けたんだ。なんか華やかな宮廷の世界がガラガラと崩れていく感じだわ。続いては、側室たちも暮らした紫禁城の話をしよう。紫禁城は明王朝三代目皇帝である永楽帝が建設を命じ、1406年に完成した。この城は中国の最後の二つの王朝である明王朝と新王朝の首都として機能したが、同時に何世紀にもわたって様々な皇帝に仕えた数千人にも上る側室たちが、生涯を過ごした場所でもあったんだ。そう考えるととんでもない規模ね。女性たちのドロドロが溜まってそうだわ。権力の中心地である紫禁城は皇帝と皇后の本拠地なだけでなく、各皇帝が全国から集めた側室たちを閉じ込める牢獄でもあった。牢獄って穏やかじゃないわね。ある皇帝は9000人近くの側室を抱え、最大で2万近くの側室を住まわせた皇帝もいた。側室は皇帝と皇后、そして皇帝の養親に仕える一方で、皇帝に奉仕して男子の後継者を生み出すという。ただ一つの目的を果たすために、ある意味で隠遁生活を送ることを強いられたんだぜ。側室を閉じ込めてしまえば皇宮に入れる男性は皇帝と宦官だけだから、子供の血筋が正当なことは保証できるからな。確かに後継ぎって意味では面倒が少なそう。そんな皇宮では、基本的に皇后がヒエラルキーの頂点に君臨していた。皇后は中国の女性にとって最も尊敬される。女性の象徴的存在で、言ってみれば国全体の母のようなものだった。一方で皇帝は天の父と考えられていたため、皇后は皇帝とその母親である皇太后よりも下位に見なされていたんだ。だからせめて皇宮ではそこで働くすべての側室と侍女、そして宦官に対する権威を持たされていたんだよ。皇后様とか一度会ってみたいもんだわ。皇后の下にいるのは皇帝の配偶者だった。ただしこれら配偶者のほとんどは皇冠の娘で、皇帝に送られたか皇帝によってパートナーとして扱われた。とはいえ配偶者たちは、正式に皇帝と結婚したわけではなかったんだけどな。このあたりがややこしいのよねー。皇宮内で配偶者の下にいるのが側室だった。側室のランクは皇帝によって違っていて、3つから5つほどあったんだ。側室たちの間の競争や政治的駆け引きは熾烈を極め、出世のためには陰謀に関わる必要があったんだよ。よくわからないけど、皇宮に陰謀が渦巻いてることだけは理解できたわ。階級を上げるための一番いい方法は皇帝の後継ぎを出産することだったが、当然ながら側室の数が増えれば増えるほど、実際に皇帝と一夜を共にする機会は少なくなるわけだ。そのため紫禁城の皇宮では陰謀や口論が横行し、日常生活はかなり窮屈だったみたいだな。そりゃそんな不健康なところにいたら、みんなおかしくなって当然って気もするわ。清朝の時代になると、配偶者や側室にとって状況はさらに厳しくなった。皇宮内でのランクによってどのような衣服、食事、特権が与えられるかが決まり、自分の立場を常に思い知らされていたからだぜ。しかも彼女たちの活動のほとんどは、影の権力者である宦官によって監視されていたんだ。宦官の監視とかご勘弁願いたいわね。ちなみに粗相をした側室は冷遇という場所に生涯幽閉されたと言われる。冷遇については別の動画で解説したから、興味がある人はぜひ説明欄を見てみてくれ。了解したわ。さて、話を戻そう。側室は皇帝の寝室訪問が決まると必ず入浴し、宮廷医師の診察を受けることが義務付けられていた。皇帝は数百人、場合によって数千人の側室を自由に使えるため、皇帝が訪問した女性は嫉妬の嵐にさらされることになったんだよ。考えただけで鬱陶しいったらあやしない。側室には自分の部屋があり、そこで彼女たちは化粧をしたり裁縫をしたり、または様々な芸術を練習したり他の側室と交流したりして日々を過ごしていたぞ。
何千人もの側室の個室があったのね。しかし、なんと彼女たちのほとんどは、皇帝と一度も接触することなく一生を過ごしたんだ。皇宮の規則は極めて厳格なもので、特に恋愛は厳禁だったみたいだな。側室の中には宦官や管理と関係を結んだ者もいたが、もしそれが発覚すれば罪に問われ、彼女たちは大きな代償を払うことになったんだぜ。一体どうなるのか考えたくもないわ。宮殿に使える側室は、家族を含め外界とのいかなるコミュニケーションも許されなかった。また、病気になっても医者を呼ぶことはできず、代わりに医者の元を訪れた宦官が聞いた説明に基づいて治療が施されたんだよ。医者も男だからってこと？でもそんなんで治療になるのかしら？こうした状況にうんざりして脱出を望む側室もいたが、難攻不落の資金状から脱出する方法など存在しない。だから側室が皇宮を出る最も簡単な方法は、皇帝に興味を持たれなくなるまで年を重ねることだけだったんだ。この場合側室は十分な年金をもらって、家族の元に帰ることが許されたぜ。とはいえもう若くないわけだしねー。ごく稀に外国の王や皇帝に送られる側室もいたが、その場合はただ単に別の国の捕虜になるだけ。実際に資金上から脱獄を試みるほど大胆な側室は、ほとんどいなかっただろうな。しかも側室は一度逃げたら二度と戻ることはできず、捕まれば死刑が待つのみだったんだぜ。そのため多くの側室は奴隷状態に屈し、側室を続けるか僧侶になることを選択したんだよ。仏の道ぐらいしか逃げ道がなかったわけか。ただし、中国史を通じて稀な例外もなくはない。中でも一番際立っているのは、言わずと知れた唐の武則天だろうな。確か中国唯一の女帝って言われるあの人ね。彼女は幼い頃から大宋皇帝の側室として奉仕生活を始めたが、大宋が逝去した時はまだ25歳だった。当時は亡くなった皇帝の未亡人や側室は総員で隠遁することになっていたが、武則天は大宋の後継者である高宗を説得したんだ。彼女はなんとか皇后まで上り詰め、66歳で最終的に中国全土を治める立場になったんだぜ。まあ特例中の特例って気もするけど。一方で武則天の対極にあるのが、清王朝の崩壊に大いに貢献した西太后だった。西太后は漢方帝のお気に入りの側室だったが、彼は5歳の息子、後の同治帝を残して亡くなったんだ。夫の死後、彼女は同治帝の摂政として幼い皇帝の唯一の責任者となった。彼女はかなり贅沢な生活を送った一方で、社会の動乱と第二次アヘン戦争が国内を破壊する中で、何の責任も果たさなかったと評価されているぜ。悪名高いおばあちゃんね。さて、明や清の時代になると皇帝の側室の選定プロセスが定められるようになった。当時、側室を選ぶ基準は現皇帝の好み次第だったんだ。だが、明の皇武帝は中国のどの家庭も例外にしないよう徹底したんだよ。つまり身体的危険や障害のない若い未婚女性に、側室になるための選抜を強制したわけだな。ただの迷惑か、もしくは成り上がりのチャンスと捉えるかは微妙なところだわ。選抜当日、少女たちは両親や保護者に付き添われて資金上の門まで連れて行かれ、側室になるための検査を受けることになった。若さと優れた容姿を持つ少女たちは、皇帝とその両親から美しさを測る検査を受けなければならなかったぜ。一体どんな検査だったのかしらねー。この選抜で選ばれる少女たちは100人未満に限定され、その後は健康な体かどうかと何らかの病気がないかを確認するために徹底的な検査が行われた。さらに少女たちは側室の訓練に送られるが、その前には皮膚感染症、体毛、体臭などまで検査されたんだよ。全てを検査されるのが恐ろしすぎるわ。選抜された少女たちは皇帝に使える技術を学ぶため、訓練に特化した高級の女性たちと数晩過ごした。そして徹底的に技術を教え込まれ、資格を満たした者は振る舞いや話し方、身振り、歩き方の技術を習得したんだ。さらには絵画、読書、執筆、チェス、ダンスなどの芸術、技術についても学んだぜ。こうした厳しい訓練を経た少女たちは、皇太后の侍女として数日間使えることになるぞ。よく考えたら教える労力も半端ないわね。この奉仕の目的は皇太后を喜ばせ、より高い側室の地位を得るために好意を得ることだ。彼女たちは皇太后自身によるさらなる検査を受け、いびきをかく、匂いを発する、寝言や歩行などの悪い睡眠習慣を根絶するよう求められたぜ。うわぁ、一瞬たりとも気が休まらなそう。これらの厳しいプロセスを乗り越えたごく少数の少女だけが、側室の座を勝ち取ることができたんだ。しかしそんな側室たちのほとんどは、結果として長い孤独の中で生涯を過ごすことになり、当然ながら側室同士での政治的駆け引きや嫉妬に巻き込まれることになった。そういう意味でこの時期の中国では、
美しさは祝福というより呪いだったと言っても過言ではないかもしれないな。確かに、現代みたいに美人に生まれたからラッキーってわけにもいかなそうね。一見華やかな印象がある高級と、そこで暮らす側室たちの地獄がわかったかな？思ってた以上に悲惨だったわね。もし私が高級に転生できたとしても、ちょっとご勘弁願いたいわ。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価、スーパーサンクスでの応援をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。